皆さん見ましたあの仁君があのお酒飲むやつ。 아이 거 잘못됐네. 김성진 씨. 아, 일단 먹긴 먹어. 마셔야 돼요. 먹긴 먹어. 마셔야 돼요. 슈퍼스타를 빼는 법이 없어. 슈퍼스타를 빼는 법이 슈퍼스타는 없어. 없어. 빼는 법이 없거든. 마셔라, 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 마셔. <laughs> 나 너무 속상해. 왜? 제작진이 나술 취할까 봐 여기 물 따라놨어. 왜 그러세요? 나는 술 마셨잖아. 아니야. <laughs> 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 <근데 나? 에이 웃음> 죄송한데 김성진 씨. 오늘 만약에 촬영 실패해서 재촬영해도 오실 건가요? 혹시? 누구세요? <laughs> <laughs> 술 어디 있어? 내 와인 어디 갔어? 이영지! 이영지 좋찰요 와, 이거 10년 전 모델 아니에요? <laughs> 와. 저는 괜찮은데 이분이 그만 번거야 되는 거 아니에요? 지금 슈퍼샵 추를 드세요. あ、진짜、ワンサンで몰라줬으면좋겠어、いのれ。あ、진짜。あ、どうも、不끄러워、진짜。あ、な、진짜、いのれ、진짜、몰라줬으면좋겠거든。あ、ち、あ,あ <laughs> <laughs> お酒飲むやつ、見た。めっちゃ面白かった。てか、あの、女の子は、ラッパーなんですね。ユーチューバーかと思ってたら、わ、ユーチューバーも人気が出たら、 スーパーサット絡めるんだなぁと思って、夢あるなぁと思ったんですけど、ラッパーなんだね、一応ね。<laughs> でさ職業、酒ヤクザってなってて、<laughs> 酒ヤクザではありません。彼女はラッパーですってなってて、すごいよね。もうさ、声がさ、 21歳に見えなかったよね。21歳みたいな。嘘でしょみたいな。34歳って言っても全然大丈夫って思ったぐらい。あの <laughs>、超面白いね。もう,もう酒焼けっていうかさ、声がどぶとかったよね。すごかったわ。21歳には見えないし、声の大きさ。 声の大きさにも驚いてたし超面白いよねでもなんかでもいいねああいうのお酒飲める人だったらだってさいくらでもネタつきないじゃないですかあんな風にゲスト呼んで楽しくやってどっちもウィンウィンですよねあ,あの企画すごいいいなと思った。<laughs> あの企画はいいですね。酒飲んで、騒いで、<laughs> ゲームして。いやあ、あの企画めっちゃいいよね。いいなぁと思った。私が酒飲みだったらね、本当に酒飲みだったらよかったなと思う。ジンくんね、ジンくん、なんか、なんかちょっとジンくんすごく、 頑張ってるんだなって思った。あの、本来は、あの、なんつの、一人でずっとゲームとかするようなオタクな、あの、性格なんだけど、やっぱ人前に出てこう、芸能人として仕事をしている以上、やっぱすごくみんなを楽しませなきゃいけないとか、なんかそういうプロ意識がすごい、なんかそのギャップギャップっていうかなんかこういう意識で仕事してんだな、みたいな。 プロ意識が私は見えましたね、んくんは。<laughs> ね、あの、そもそもなんつうの見せたい、ファンが見たい姿しか見せないっていうようなところがあるじゃないですか。だから、あの、本当はやっぱりそうじゃないんだけど、すごい頑張ってるんですよね、多分カメラに映ってる時は。ね、そう思った。 でも本来は違うんだろうなとだからあの席でもお酒ガンガン飲んであの緊張してたけどお酒ガンガン飲んであのやっぱ面白くしてっていうのがねやっぱさすがプロですねプロだなと思ったいや仁君かっこいいよねジン君かっこいいしめっちゃ可愛かったよね <laughs> めっちゃ可愛かった すんごいかわいいよね。いやー、まじで。だからみんながさこう、アイドルになるために生まれてきたってよく言うじゃないですか、ジンくんのことを。かわいかったわー。ねえ、あの髪型がめっちゃいいですね。このふわふわした感じ。あの,あの系の髪型は、ジミンちゃんとジンくん、あれ系似合いますね。ふわふわした感じ。面白かったー。 いいなあの人ああいうのいいよね。得だと思うお酒飲める人お酒強い人はやっぱ得だよね。ねえだってもう今週の金曜日でしょ金曜日でえっとね日本でのライブストリーミングが29日土曜日だったんですよ。 えっと、そういうことになるかな時差があるからってことかなそうですよね、多分。でね、あの、多分、あの発表があってから、ババババ,バって売れたんだと思うんですよ。だから、東京のライブストリーミングは、あの、新宿とか、東方、東方シネマズでやってる、やってる、やるんですけど、バ,ババババって売り切れになってた。東京だけは。他はね、まだ全然空いてました。あの、埼玉とか、千葉とか。まだ売り切れてなかった。 東京の六本木とか新宿とかその辺だけはもうバンとすぐ売り切れてましたけどねまだ地方は売れてないみたい <laughs> そりゃそうだよねだって私もあのあコンサートやるんだと思って結構何ヶ月も前から知ってたんですよコールドプレイ。 コールドプレイ日本に来るのかと思ってたんですよ日本に来るんだと思ったらあれライブビューイングと思ってライブビューイングはいいやなと思って <laughs> ライブビューイングはいいやと思ったらそ,それのことだったんだねジンくんが出るからっつってまあ、うん、それジンくんの発表があってからもう途端に売れ出したと思うよだってわざわざさコールドプレイのライブ ライブビューイングで見る人、相当コアなファンしかいないじゃない。<laughs> そう、えっとね、チケットピアで売ってます。チケットピアでコールドプレイで探すと、ライブビューイング売ってます。はい。ジンくんファンは、ぜひ。あ、そっか。あ、そうなんだ。YouTube でも、まあ、翌日だけど、あるってことですね。へすごくないやっぱり。よく考えると、やっぱすごいわ。 アルゼンチンまで行くんでしょうあっという間だねもうジン君大忙,忙しだねもう今週でしょうで、私も11月帰ってきて割と早々に行くんじゃないかなと思うんですよそれじゃなくても12月4日とかじゃなかったっけジン君の誕生日 だとしたらもう普通に誕生日までとした,したとしても,もう1か月ぐらいってことですもんね。わーいやー結構早いんじゃないかなとは思いますけどね。ねー。ってこと、うん、まあまあまたその話になっちゃうけどこのまた3年で7人が全員出てくるってことはもう割と。 何次はシュガさんとか入っちゃうってことなのかね。